こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルではこちらのミリオネアバイブレーションのですね、シールですよね。エビス様シールの考え方、使い方、あと効果みたいなものをちょっとお伝えをしますので、ぜひシール活用してみてください。で、いろんな体験談寄せられてますが、すごくいろいろ効果ありますので、ぜひ参考にして、活用いただくといいかなと思います。でですね、このシールなんですが、これ僕のシールなんですけどね、自分の体を整えるということをしてくれますので、そういう活用の仕方をまずしていただくといいかなと思いますが、以前動画でですね、こうね、手をかざすとスーッとする方もいれば、ピリピリする方もいれば、温かく感じる方もいますよっていう動画をちょっと撮らせていただきましたが、まずそうされるといいかなと。で、もちろんエネルギーに対して人によって感じ方それぞれですので、何も感じないって方もいらっしゃると思いますが、感じる方は結構ね、暖かいとか、そういうことを言われますので、それ何が起こってるかというと、それ今の自分にとって必要な状態、必要なことをしてくれてます。で、ちょっと試しになんですが、まあ、セミナー等ではいつも、やってるんですが、体感してもらってるんですけど、ちょっと水を用意していただいて、で、一度、ちょっと飲みます。飲んで、で、これ僕のシールですが、5秒間、このシールの上置きます。1、2、3、4、5。で、もう一度飲んでみてください。ちょっと味変わってますので、ちょっと今はスッキリした味になりましたが、これ何が起こってるかというと、自分自身にとっていい、体の状態を整えてくれる水に、変わるように、してくれてますので。で、僕たちの体ってね、70% かな、すごい、割合で、水分になってますが、その体の中の水を整えてくれますので、このペットボトルも水を変えてくれますし、これは直接あると自分の体の中の水の状態を整えてくれると、そう考えていただいていいんですが、なので、例えば、寝る前に肩が重いなと思ったら、肩の部分にちょっと当てていただいて、横になって、ちょっと深呼吸なんかしていただくと、ちょっと肩がの重みがなくなったりとか、そういう使い方もありますので、そうやって体を整えるということに使っていただくといいかなと思います。で、このシールなんですが、色と形に意味があるというか、色と形にその効果がありますので、必ずしも貼らないといけないってことではなくて、こう切っていただいてね、切っていただいて、使っていただくのも全然可能ですので、先ほどみたいにこうやってコースターに貼って、いつも乗せるようにしとくと、コーヒーとかもね、水分の状態変えてくれますので、乗せておいていただくと美味しいコーヒーが出来上がったりとか、そういう使い方もいろいろされるといいかなと。そうやって波動を整えてくれますので、で、あとですね、このエビス様にお願いするといいです。お願い。エビス様何々くださいとか、お願いすると、それが実現したりしますので、ちょっと、お願いでお金が入ってきたという方がいらっしゃったので、ちょっと読ませていただきますね。先生、あのシールに手を当て、臨時収入がありますようにって、ちょっと前からつぶやいていたのですが、ついに昨日、主人に臨時収入があり、お小遣いあげるって、私に、臨時収入がありました。で、今日支払いをすることができました。ありがとうございます。本当にすごいですね、という。そうやって、お願いされるといいですよね。他なんか、ありましたっけね。これだ。この方、商売がうまくいったというね。ミリオネアバイブレーション、昨日私のも届きました。すごい偶然が。お昼に届いた本のシールに化粧品の売り上げアップを念じたら、夕方友人から私のお客様が最高級の10万円のクリームを購入して帰ったと連絡が入りました。本が届いた偶然を知り、すぐに本屋さんに注文するとおっしゃられました。これから読ませていただきますと。まあいろいろお願いすると、
それが実現する状態に波動を整えてくれるんですよね。で、その実現する波動に自分がなれば、その現実と共鳴し合いますので、そういうメカニズムになっていると考えていただくといいかなと思います。はい。で、まあ、お金に関して言うとね、結構いろいろ現金収入の話があるんですよね。金融シールはすごいです。2日前に携帯に貼ったのですが、すぐに現金収入の連絡が携帯に数件も入り驚いております。今日は久しぶりに仕事の依頼がありました。こういうことってあるんですね。携帯に貼ったら携帯も驚いたのか、少しの間おかしくなりました。はい。あとね、100万円とかって話もありますしね。いろんなことが重なり仕事が立ち行かなくなり、月末の支払いもどうしようもなく絶体絶命のピンチだったのですが、今朝、突然弟から100万円を預けておくと言われ、過去そう言わないと私が受け取らないから預けるという言い回しをしているようです。私の口座に100万円振り込まれました。普段なかなか顔を合わすことも話をすることもできていないので、私の状況がわからないはずですし、私は困っても誰かに相談するということをしないので、突然の弟のありがたい申し出は正直奇跡としか言いようがなくて、ありがとうございますという。他、3日前にミリオネアバイブレーションの本が届きました。早速金運シールに手を置いてしばらく瞑想すると、手のひらにエネルギーを感じます。で、謎に父が10万円くれました。愛情を感じながらありがたく受け取りました。今日シールの上に手を乗せて瞑想中、まるで自分の周りのエネルギーの層がまるで広がり、お金が私の右から入り左に分散されていく不思議な感覚を覚えました。ありがとうございます。いいですね、10万円。あと、以前スマホに金運シールを貼ると通信速度が速くなったことをご報告したのですが、先日家の置き財布の中から5万円が出てきました。多分私が銀行から下ろして財布に入れておいたんだと思うのですが、全く覚えてなくてびっくりしています。その後海外旅行に1週間出かけていたのですが、リゾートからのご好意でかなりサービスしていただいて、予定よりかなり少ない金額で思い切り楽しむことができました。また外国人のお友達もできて、とても有意義な旅行になりました。いいですね、5万円出てきて海外旅行も確保、いい、予定よりかなり少ない金額と。なので、まあ、財布だと、メッシュの財布だったりと革とかね、ついてると剥がれちゃいますので、これ切って入れておかれるといいかなと思います。そういう効果もいろいろあるようです。僕もまた海外旅行行くので、持っていこうかなと思います。あとね、商売繁盛の話もいろいろ来てますが、旦那さんの商売がいい感じになったという。こんにちは。いつも持ち歩いているスケジュール帳にシールを貼らせていただき、何日か経ってから夫が大きなプロジェクトを任されることが決まり、夫婦の会話も増え、躊躇していた欲しかったものや高額な、歯の治療費なども出してくれることになりました。直接収入を得ることも望んでいますが、夫の仕事運、金運が良くなるのはとても喜ばしいことです。いいですよね、家庭円満につながる。あと開運で言うとですね、ミリオネアバイブレーションのエビス様の体験です。エビス様をお財布に入れたその日だったか翌日だったか、兄からある会社のリゾート会員権をタダで譲れるけどいるかとの連絡がありました。断る理由がないのでいただくことにしました。リーズナブルに借りられて何連泊でも友達何人でも大丈夫ということでした。いいですね。時事ネタなどでこっそりご報告ですが、たまたま大容量のマスクと除菌シートが買えました。そもそも私は冬はマスクと除菌シートは常備しているので、買えたものを周りで困っていた友達やマンションの管理人さんに分けました。今朝管理人さんからお礼だからと大量のカロリーメイトをいただきました。わらしべ長者みたいです。最近とてもラッキーかもしれませんと。いいですよね。あとこれエネルギー整えてくれますので、そういったご報告もいただいてます。金運シールの件でご報告です。手をかざしてみたところ、ものすごいエネルギーを感じ、頭がすっきりしました。短時間なのにぐっすり眠れました。スマホにシールを貼ったところ、通信速度が速くなり操作がすごく軽くなりました。とてもびっくりしています。こんにちは。スマホの通信速度の記事を拝見し、実は3日ほど前からどうもスマホの、速度が遅くなり、いろいろ調べてやってみても少ししか変わらず困っていました。
シールはケースに貼っていたので、本体に貼ってみたら以前より調子よく、サクサク使えるようになりました。すごい効果です。と。あと、ちょっとシールじゃないんですけど、ミリオネアバイブレーション、金運シールではないのですが、エビス様を上にして本を毎晩リビングテーブルに置いて寝るようにしたところ、部屋の観葉植物が冬なのにメキメキと新葉を、新しい葉を出したり、伸びたり、おのおのに成長しています。家族もびっくりしています。部屋の浄化をし、エネルギーを高めてくれているんだなと思わずにいられず報告させていただきました。はい。いいですよね。なので、そうやってエネルギーも整えてくれますし、そういうお願いをすると、こうやってお願いすると、それが実現したりとか、いろいろありますので、ぜひ楽しんでいただければなと思いますが、ちょっと一個だけ注意点なんですけれども、楽しむってことを意識してください。楽しむってこと。あんま必死になりすぎると波動って下がっちゃいますので、なんかこんなことあったらいいなっていう軽やかな気持ちで、エビス様お願いって言って、楽しむ。で、なんかいいことあったら嬉しいっていう、ワクワクするね。そういう楽しむってことを意識されると、もっともっと、いい効果が、相乗効果がね、発揮されますので、ぜひそういう使い方をしてみてください。そうですね。まあそんな感じで、楽しんでいただければと思います。今日の波動チャンネルは、このエビス様シールのお話をさせていただきました。こちらですね。ぜひこのミリオネアバイブレーションを買っていただいて、エビス様シールを体感いただければと思います。もしこの情報が良ければチャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思います。ぜひ、周りの人にも、このシールのことをシェアいただくといいかなと思います。あ、それと、体験談ぜひお寄せください。LINE でもいいですし、メールでもいいですし、このコメント欄でもいいので、で、それをお話しさせていただくと多くの人が、その体験談をもとに、自分なりの使い方を、参考にする。そうやって、活用されると自分自身の運気が上がりますのでね。それが、そういうことを書いてるのはこの72ページからのところですので、まずは、自分が体験したことを分かち合うってことをしていただければ、僕も、ありがたいですし、それを、知った多くの人も感謝しますので、で自分のエネルギーの流れっていうのは循環していきますのでね、ミリオネアバイブレーションというのはそういう循環のエネルギーを拡大していくってことですので、ぜひ、コメントいただければと思います。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。